私は昭和34年に京セラ株式会社を設立し、セラミックの技術者としてエレクトロニクスセラミックス、エンジニアリングセラミックス、ストラクチャーセラミックスと様々なセラミック材料の開発に努力をし、ニューセラミックス、ファインセラミックスの時代といわれる今日を築くことに大いなる貢献を果たしてきたと思っております。創立25周年4分の1世紀を経過した今日、我々は今までの昼夜にわたる誰にも負けない努力の成果と同時に、神のお導きがあって年間売上2300億円、税引き前利益530億円という企業にまで発展をしてきました。この時にあたり、かねてから私の人生観であります人のため、世のために役立つことをなすことが人間として最高の行為であるという理念に基づき、人類の科学の発展、文明の発展、また精神的な進化、高揚の面に著しく貢献した人々に対して京都賞を贈呈し、人類の進歩、発展にいささかでも貢献したいと思い、ここに京都賞の創設をいたしました。この京都賞を受賞される資格者は、京セラの我々が今までにやってきたと同じように謙虚にして人一倍の努力を払い、道を極める努力をし、己を知り、そのため偉大なものに対し敬虔なる心を持ち合わせている人でなければなりません。またその業績が世界の文明、科学、精神的進化のために大いなる貢献をした人でなければなりません。さらにその人は、自分の努力をしたその結果が真に人類を幸せにすることを願っていた人でなければなりません。この京都賞を創設するについては二つの大きな理由があります。一つは、冒頭に述べました私自身の人生観にありますように、この世における人類の最高の行為は人のため、世のために尽くすことということでありますので、今日まで私を育んでくれました人類及び世界のためにお返しをしたいということであります。二つ目には、人知れず努力をしている研究者にとって心から喜べる賞が世の中にあまりにも少ないということであります。少なくとも人一倍努力をし、人類の科学、文明、精神的な進化の面で著しく貢献をした人を顕彰し、今後その面でのますますの発展の刺激になってくれればという気持ちからであります。今後人類の未来は、科学の発展と人類の精神的進化のバランスが取れて初めて安定したものになるであろうと確信をいたしております。現在科学文明はますます発展を遂げておりますが、人類の精神面における研究は科学に対して大きく遅れを取っております。物事には陰と陽、暗と明というように、プラスとマイナスという必ず二面的な世界が広がっているはずであります。この両面がバランスよく解明され発展してこそ、トータルの安定が果たせるはずであります。一方の面だけの発展、肥大化は宇宙のバランスを崩し、人類の不幸につながっていくと思っております。願わくは、この京都賞がこの両面の今後の発展に大きく寄与し、新しい哲学的パラダイムの構築を促進するいささかの刺激剤となれば、この上なく幸せに思っております。昭和59年4月12日、稲盛和夫。